はいどうもおはこんばんちは、ゆっくりだよ。さあグランツーリスモ7やっていくよ。早期購入特典も受け取ってさあ行こう。ここが我々の新天地、グランツーリスモワールドだね。なかなかに色々な建物が存在しているな。ワクワクするねこれは。あ、はい。あるけどここは家にしておくよ。ということで1台目の車を購入させられるようだね。前回のナンバリングタイトルの6では強制的にフィットだったが今作はどうだ。よろしくアンディさん。 PP ってあれでしょ、ポリプロピレンでしょ。ちげえよ、パフォーマンスポイントって言ってるだろ。じゃああれだ、ポケモンの技の使用回数。それはパワーポイントだ。じゃあこっち、これもパワーポイントだ。これかい。それはパラマウントピクチャーズだな。ということでこの上3つから選べと。ボケ倒してて聞いてたのかちゃんと。人の話を聞くのは当然でしょう。さてどうするよ。一番高いやつが一番安定宅だろ。アクアにしようぜ。アクア、エコカーだしターボついてないよ。別にエコカーいいじゃないか。まあそんなに言うならアクアにしようか。どうせ新しい車すぐ買うでしょ。これが次の愛車になることをまだ知らない。怖いこと言わないでよ。さあ真紅のアクアだ。お買い上げありがとうございます。貴様そっち側の人間だったのか。一番高いやつ買わせやがって。なんかこの演出でストランディングっぽさを感じる。言わんとすることはわからなくもない。自分で言っててなんだけど懐かしいな。デスト PC 版買ってやり直そうかな。そうですねサラさん、買わされた最初の1台ですね。そしてガレージに行けって何台、車買ったらガレージくれるのかい。すごく良心的だな。残った金で買わせたりしないのか。その所要はさすがに鬼すぎる。いきなり無一文で町に放り出されるんですか。そうしないためにも、いや町に来たる牢の民を縛るためのガレージか。その設定は怖すぎるのよ。でも実際いきなり町に来た人間に車売りつけてガレージ渡すっておかしくないか。このゲーム作った人はそんな裏設定作ってないから。さて早期購入特典の車はもうガレージにあるね。こう見るとアクアの場違い感すごいな。まあラリーカーに GT とかの中にアクアだからね。そんじゃさっき言ってたカフェ行くかだな。そんでさ、ふと思ったんだが何？ BGM がやけに仰々しいな。それは私も思ったわ。夜明けみたいな始まりを想起させる BGM だよね。さあカフェに行こうか。軽食でサンドイッチとか食べたい。ああいいな、程よい焼き目のついたやつ。中身はベタに卵かな。こってないストレートが一番いいのよ。カフェとか純喫茶とかはまあそうだな。ああお腹すいたしだわ。は、こういう隠れ家みたいなレストランとかって癖強いよね。やめろ。ああこの感じにアクアは合うね。森のドライブ中って感じ。ルカには関係ないでしょ。いい笑顔してるんだからルカって名前だけで唐突にいじるな。だってここまでボケ要素薄かったし何か一ネタ入れたかったと供述。そんな供述調書やぶり捨てろ。そんで結局さっきの3択は全部手に入れる羽目に。待ってるよって言われても困るのよ。まあいいや行こうか。なんかカーライフの始まりってトロフィーゲットしたな。これがこのゲームの最初のトロフィーになるのかな。文字通り始まりってことか。そうだね、僕たちの冒険は。そこから連なる言葉は打ち切りエンドなんだわ。ワロスワロス。ということで車を手に入れるためにレースに出ようか。まずはこのサンデーカップってのに出ればいいんだな。そうだね、そして馬券圏内に入ればデミオがもらえると。これそういうゲームじゃないのよ。違うのかい？ああそうだ、今週末の中山牝馬ステークスはミスニューヨークとルビーカサブランカワイド一点で。だから馬から離れろ。へいへいわかりましたよ。さてグランツーリスモ7での初レース楽しみだね。車の挙動であったり相手の AI がどんな動きをしてくるのかも含めて期待が大きいな。毎作グランツーリスモの AI って突っ込めば引くのか張り合ってくるのかとか違うもんね。前作のスポーツだとしっかり主張してきたよな。さてまずはセッティング項目から見ていくか。ちゃんとアシストとかはあるようだね。じゃあいろいろとつけとこう。車の挙動がわからない以上手探りだしな。
カウンターステアアシストとか今作あるんだな。説明文的には曲がりすぎて回らないようにするものらしいね。なんかよくわからないからそのままにしておこう。そしてコントローラーの項目がこれか。これはさすがに変えておこうか。スティック操作が機敏に反応してくれるようになるオプションだね。あとはまあわからんから2度目のこのままだ。次は車自体の設定を見ていこう。ここはタイヤを変えたり車高を筆頭とした諸々のセッティングだね。わからん。走ったことのない車をどういじるんだって話だしな。そんじゃそろそろレースに行ってみるか。そうだね。我々最初のレースの幕開けだ。行くぞアクア、世界制覇の第一歩。とりあえず勝てたわ。延々と後ろから黄色いスイットが続いてくるからヒヤヒヤしたがポジションは守り抜けたな。なんというか抜かれそうで抜かれないほど良い難易度って感じだったね。まあこれで無事勝利したし次回以降もいろんな車に乗っていこうかな。ということで紙吹雪が舞う中でお別れです。それでは、ご視聴ありがとうございました。